こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日の波動チャンネルでは、FX で収入を得ることは価値提供や問題解決につながるでしょ、つながるのでしょうかという、そんなご質問にお答えをさせていただきます。で、今日はちょっとね、雰囲気も違って後ろにもホワイトボードないんですが、実は今日はまあ出張に来てまして、で、今日の、まあ、深夜にまた東京に戻るということになるんですが、ですね、あのライトをちょっと忘れてきてまして、このね、バック、外の景色、外はね、あの神戸の景色が一望できるようなところで、撮って、まあ、ホテル来てるんですが、なので綺麗な景色なので、それをバックに撮りたかったんですが、ライトがなくてね、逆光になっちゃうので、外の光を取り入れながら撮ろうと思うと、こういう、なんかね、こういうアングルになっちゃいまして、まあ、ちょっと我慢してお聞きいただければと思いますが、ご質問ですね、それを読んできますね。はじめまして。 YouTube のお金が入らない人の5つの特徴、波動チャンネルボリューム194を、拝見してメールさせていただきました。質問です。FX かっこ外国為替、証拠金取引で、収入を得ることは価値提供や問題解決につながるのでしょうか。株取引でしたら、個人が企業を応援したり価値提供問題解決などで共存することも十分考えられます。しかし1日70兆円の取引額がある為替取引ですと、国や超大企業レベルの価値提供問題解決ならまだしも、個人レベルになると、為替の差益だけを求めているだけのような気がします。いかがお考えでしょうか。よろしくお願いいたしますというお話ですが、まあそうですよね。FX っていうのはレバレッジってテコの原理、小さな力で大きなものを動かすっていうね、小さな取引額で、まあ、テコの原理生かして大きな取引量にするっていうね、まあそういう感じになってるんですけれども、おっしゃるようになかなか FX では問題解決や価値提供にはつながらないかなと思います。で、まあ、だからといって FX で収益を得ることが悪いことではないとは思ってます。で、世の中、僕のね、ミリオネアバイブレーションもそうですし、ご覧いただいたあの波動チャンネルのボリューム194、お金が入らない人の5つの特徴というお話ですが、それも、そうなんですが、どちらかというとですね、商売をしていく商売人の考え方というかね、そんな感じの要素は強いです。で、ただ、単にお金を稼ぐ、お金を得るっていうことだけで見ると、商売だけではなくて投資っていうことも全然ありますので、あと、もっとイメージの悪い話になりますが、マネーゲーム的なね、そういったお金の収益の得方っていうのもありますので、だからといって、僕は商売人としてのお伝えことをお伝えはしてますが、だからといって、投資で、稼ぐ人とかマネーゲームされる人のことをどうとも思ってなくて、それはそれで一つの生き方かなとは思いますので、それはありなんだということは覚えておいていただくといいかなと思います。で、すごくすごく大事なのがですね、まず一つは、あぶく銭はすぐ消えてしまうということです。あぶく銭ならすぐ消えてしまいます。身につかないんですよね。で、もう一つは、人は自分を、僕の一冊目の本、波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わるでも書いてますが、人は自己実現するために生まれてきてて、お金を稼ぐために生まれてきてるわけではないんですよね。で、僕が商売が好きなのは何かっていうと、自己実現と収入っていうのが連動してくるから好きなんですよね。自分が自分を信じて、自分が価値、自分が大好きなことで価値提供すると、それで人が
喜んでいただいて、あのお金が入ってくるっていう、自分の成長とか自分の貢献度と収入っていうのが全部連動してくるから、僕はあの自分を分かち合ってする商売っていうのが好きなんですよね。で、でもマネーゲームであったりとか投資ってなるとちょっと形は変わってきます。ただこれはお金の入り方っていう問題であって、大事なのは自分を表現するかどうかなんですよね。自分が持っているものを分かち合って生きているかどうか、ここがあの軸で、ここができているかどうかで、人生の充実度というか幸せ度や豊かさ度というのは変わってくるんですよ。でなのであのここを別に FX されていいんですよ、されていいんですけど、ここの部分を自分はしてるかどうかっていうことを考えられるといいんじゃないかなと思います。でこれはどんなことだっていいんですよね。FX しながら自分の本業があって、で、副業というかね、別であのこういう投資をされている、それはそれでも全然いいので、そしたらここのお仕事の部分、本業の部分で、よりこっちで入ってきた収益を自分の自己投資に使って、この本業をね、お勤めでも何でもいいんですけど、そこの仕事のクオリティを上げたりとか、そこの仕事での成果を上げたりとかっていう風にしていけば、全然、いいことですのでね。なので、使い方を決めておく、使い方、入ってきたお金の使い方を決めておく、でそれで、自分の腕が伸びたりとか、自分の周りの人にいい形で還元されるというかね、家族の幸せであるとか、地域の幸せ、友人の幸せ、まあそういったところにつながっていくようなお金の使い方を考えておかれると、全部が全循環で回っていきますのでね、そういうことを考えていただくといいかなと思います。で、繰り返しになりますが、人はお金を儲けるために生きてるんではなくて、自分を実現していく、自己実現をしていくことが人生の目的になってますので、ここをちゃんと意識する。でお金の入ってき方はいろいろあっていいので、なので、自分をどう認めて、分かち合っていくかっていうことを常に意識しておかれると、そっちの方で価値提供をしたりとか、そちらの方で誰かの問題解決をされてるなら全然いいかなと思います。で、家にずっとこもって FX だけしてで、その生き方も別に否定はしないですが、やっぱ人は自分を実現していく、誰かと関わっていく、それは直接会うとかじゃなくて、ネットの世界でも全然いいのでね、人と関わっていくことで自分が分かっていったりしますのでね、で人と関わらないっていうことはできるというか、まあ、してる方もいらっしゃいますが、基本的には人は誰かと絶対関わるようになってますのでね、関わるなら自分が価値提供するっていう、そういうことをしていかれるといいかなと思います。で僕自身は投資はしないんですよね。投資はせず、自分のこのお仕事で入ってきたお金、お仕事でお金を得ることと、入ってきたお金は自分の腕が伸びるようにね、そっちに自己投資するということをして、腕が伸びれば伸びるほど、腕を磨けば磨くほどさらに多くの人に、価値提供できるので、それをずっとするっていうことをしてます。で、他のところには使わない、他っていうのはそれを投資に回してさらに増やすっていうことはしないようにしてる。でなぜかというと、こっちで、うまくいってしまうと、人はゆとりがあると、ゆとりがありすぎるとかな、やっぱ怠けてしまうので、もちろんまあゆとりあるんですけど、でもなんかこっちで
こっちで稼いでた分はこっちで稼げたら、こっちので頑張って何かをするっていうことをおろそかにしがちになってしまいますので、なので、他に回して増やすっていうことはせず、自分の仕事で稼いで、でそれで自分に投資をしてっていうことをしてます。でまあこれは僕の師匠の教えなので、それを忠実に守ってるんですけれども、もうそうやって、多くの人のお役に立てられる自分になるように、僕は自己実現していってるっていうことを常にやってますので、ただこれは僕の自己実現のスタイルですので、そのスタイルというのは人それぞれ違いますから、そこはご自身で作っていかれるといいんじゃないかなと。でちなみに今のところ僕は YouTube の広告もつけてないんですよね。でこれも僕のお話を聞いてくださった方が人生が変わったりとか、何か生き方が変わって、ありがとうございますということでお振り込みいただくとか、そういうのは全然いいんですけど、広告っていうのは僕の動画に、自分の知らない広告がついて、それのに応じて入ってくるものなので、僕にとっては意図しない、予期しない収入ですので、それは僕は受け取らないようにしてます。で、ただじゃあ広告を収入を受け取る人が良くないかというと、それは全然考え方の違いなだけなので、それはもう全然いいことですし、そうされていいかなと思います。で、あと広告収入、広告をつけて広告収入を得て、それをさらに自分のチャンネルの登録者が増えるように自分の動画を広告に出してって言って、再生回数とか ご覧いただく方を増やしていく、その戦略も全然ありですので、それを僕は今それが必要ないと思ってるから広告つけてないだけで、そういうことをしていく時にはちゃんとつけようかなと思ってます。ただ今はその必要性がないのでつけてないっていう、全て僕自身のお金の使い方のポリシーから来てるものなんですよね。なので自分の労力の自分自身のスタンスですよね、それを決められることと、自分はどういうことで価値提供して、どういうことで問題解決してっていう部分をちゃんと意識すること、それとお金の使い方ですよね、使い方、自己投資に回すとか家族の幸せのために回すとか、そういうので全然いいので、そういうことに使い方の部分を意識してされると、FX っていうのは一つの収入の得方の一つですので、あんまり気にせずされていいかなと思います。今日のお話は、FX はで収入を得ることは価値提供は問題解決につながるのでしょうかというご質問にお答えをさせていただきました。で、こういったご質問にもお答えしてますし、毎日ですね、LINE とメルマガでは日々どういうメンタリティで生きればいいのかといったメッセージをお送りしてますので、もしご興味ある方は無料ですのでね、登録いただければと思います。登録先は概要欄に貼り付けておきます。で、もしこの情報が良ければチャンネル登録といいね高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいればぜひシェアいただければと思います。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。